お邪魔いたします。甘い香りが。オーナーシェフの田中くんです。うわ、酸味も感じる。カヌレを焼きます。こんな場所で食べたらちょっと恥ずかしい。でも作った。なんか、うん、甘酸っぱくて美味しいですね。普通のクッキーとかと一緒ですか、これって。うん、そんな大したものは入ってない。あんまり焼き色はつけないで焼きみたいだけどね。そうですね、白いな。美味しいな。シンプルでうまいっすね。意外と見た目よりさ、優しくない？そう、そう、見た目、見た目がインパクト強すぎるよね、うん、緑だけもね。だから意外と優しい味だ。だから買ったことないんですよ、この色だから。そうでしょ、ギョッとするよね。でもお祝い事に合わせて色変えたりするの。なんか母の日あたりだとピンクにしたり。みんなさ、白い帽子をかぶるの、高校卒業する人って。その帽子の形にかたどったマジパンで帽子色の形にしたりとか、イースターの時期は黄色っぽいのにして中のジャムがトロピカルだったりとか。封筒で伸ばすを手ごなにして、そう、やってみて。カヌレをいただきます。美味しそう。ちょっとカリカリ、なんかもちもち。これからシナモンロールを作ろうとしていたのですが、なんとイーストを持ってくるのを忘れました。スーパーに買いに行きます。あ、綺麗。よかった、売ってた。あ、よかった。シナモンロールでよく見ます。スウェーデンのシナモンロールです。まとまったらおしまいですか。まとまって、なんか生地が滑らかになったらおしまい。丸めて、丸めてボールに当てて、ボールに、そうそうそう、オイルとかね、しやすくして。ああ、本当になんか大変なことになっています。ティムミックスをダイヤルが回ったままスイッチを押してしまいました。慣れてないことをするとこういうことが起きます。そして計量が、牛乳が倍に間違えて量が増えました。ママミレになっちゃいました。本当に使い慣れない機械を使うとダメですね。すごい大失敗。2人して経験10年以上もっとだね、あるパティシエたちが慣れないことをすると大失敗を起こすというハプニング。YouTube 的には面白かったんじゃないでしょうか。撮っとけばよかった。で、カットして、シナモンロールが計量ミスと粉を吹き飛ばしたり、めちゃめちゃやった後に2倍の量の生地が出来上がりました。ありがとうございます。かのちゃん、かのちゃんが来てくれました。こんにちは。はい、お邪魔します。入って、どうぞどうぞ。今シナモンロール作ってたんだよ。あ、広い。あ、ちょっと物が広いよね。私狭いとか言うからもっと狭いかと思った。ここに今度冷蔵庫買うんで。おー、ストックは買うんで。一人で全部作る。そう、製造は一人なんだって。ね、素敵だよね。ピカピカだしね。でもそのピカピカのさ、厨房を私が汚したのよ。とんでもないことをしたんだよ。テンミックスの使い方分かってなくて。だってこのベタもめ。そう、分かった。ありがち。私キッチンエイドしか使ってなかったから、スイッチ押していきなりあんな飛び出ると思わず。しかも止め方が分からないって。わたわたわた。とにかくなんかセンパルみたいな。僕
覚で計量ミスするし、そう20個作ろうとしてたら牛乳の量が実は倍になっちゃってなんか生地まとまんないねとか言って私40個になった。さすがシェフ、出来上がりようございます。これぐらいできないとやっぱりさっきの計量ミスを挽回しないと。どんな感じの場所なの？でも今後はアパートを改造してお菓子工房にしてる感じだから、あれがいいかしら。食べてちゃう。最近マドレーヌ型千代田の型にしたんだけど、はいはい、千代田って何？あのすごい素晴らしい型メーカー、高いっすよね。うん、噂にはいいって聞いてたけど、買ったらやばい、これすごいねっていう。そうなの、そんなにいいんだ。全然いい。いいんですか？いい。何、型離れ、浮きがいいとか。うん、浮きもいいし、型離れもいいし、私グルテンフリーでフィナンシェを受けるんだけど、もうなんかスコッと抜けるっていう。お願いします。動画でしたっけ？そうですよ、動画でございます。出ます。いってらっしゃい。感じになってきました。トラちゃんも雪が降るね。それは何が入ってるの？スコーン。あ、うん、スコーンと、あ、そうそう、それめっちゃ美味しいよ。ありがとう。そう、酒粕スコーンとグルテンフリーのと、うん、あとリンツァトルテを焼いて温めるギフトにしよう。リンツァトルテってジャマト？あ、そう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 、小学校で作ったの、大好き。あれってさ、フランス橋じゃない？フランス橋じゃない？オーストリアとドイツの間みたいな。今回私が作ったのはカシスとチーズリンゴチェリー。リンゴチェリー、アメリカ産のチェリーなんだけど、粉、みたいな香りがするチェリーがあって、おいしいね。好きなの。アメリカで使っていたら知らないよね。どうぞ。いただきます。どうですかね、シェフ。きっときっと。美味しい。と、よかった。カルダモンすごいですね。カルダモンがポイントです。アメリカ式とまるで違うでしょ。食べたことないです。全然違う。なんで同じ名前なんですかね、シナブロックって。でももともと北欧からできたって聞いたけどな、それがなんかアメリカに残ってアメリカ人好みの甘い感じになったみたい。カルダモンってこんなに効くんですね。効く。ちなみにカルダモンロールっていうのもある。シナモンが入ってなくて、中のフィーリングもカルダモンがある。そっちも美味しいよ。そっちも私好きよ。うん、やっぱそれ粗挽きだから。仕事終わりにこれが買えるお店あったら最高。シャキッとしますね。そうだね、スパイシー。アメリカ式よりこっちより大好き。うまっ。めっちゃ美味しい。うまっ。いや、うまい。美味しそうな醤油ラーメンのお昼ご飯です。いただきます。ヘンタン、ヘンちゃんがお迎えに来てくれましたよ。なんか顔が汚いけど、なんで汚いの顔。マキチ、マキチ
ありがとうね。ママお仕事したよ。お菓子くださいって言うんだよ。お菓子ください、お母さんください、ママください。ママいなかったね朝から。ほら美味しそうだよ。エンタン、どうして口一個なんでしょう。エンちゃんです。このプリン緑のバッグですね。そうだね、ここをバッグに、うん、ちょっと怖いよね。ふめ。なんかぷっつり、なんかこうあれなんだろうね、こう綺麗。あ、ちょっともう14じゃない？いたー。こんにちは、こんばんは、りんちゃんだよ。こんばんは。変な感じするよね。すごい、なんか急に見てる？見てる？どんな顔する？どんな顔や、遠藤さん。久しぶりですね。久しぶりだね。ようこそ。生まれて2ヶ月の時に会ったんだよ。あれ以来だよね。あの応急行った時は行ってないもんね。その時はえんちゃんはお留守番だったから。こんにちは。こんにちは。こんにちは。固まってる。機嫌な顔してます。じゃあ行こっか、うちにね。遅くなっちゃった、すいません。どうぞ、ようこそ。ママンカフェようこそ。ちょっと大ごちそうじゃないですか。買った、好きなものあるといいけど、うん、このサーモンと唐揚げがあるの。あ、サーモン大好きだよね。そう、スウェディッシュキッズは唐揚げのサーモンと一回ちょっと立ち方乗り換えて、うん、本当はもともとは1本で行くって。あ、多めって。そう多めさんだったの。そう残念ね。じゃあね、お邪魔いたします。すいません、乾杯する？乾杯しよう。麦じゃないよ。麦じゃない。僕になんかだけストッピーって。はい。チーズ。ケンチーズ。ケンちゃん、こっち向いてね。え、じっちゃんじゃない。ケンちゃんだよ。ケンちゃん。ケンちゃんつってるね。キンちゃん、せーの、うわ、抜けたー、切ったぞー。小麦とバイバイだよ、エンちゃん。バイバイ、なでなでしてごらん。さよなら小麦、元気でね。そう、優しくね。大好きだよ。うん、なでなで、叩かないで、なでなで、バイバイ。小麦ちゃん、ありがとうね、元気でね。会いに来るからね。はい、失礼します。パンパカパーン。うなぎや、最後のお食事はうなぎでござる。ありがとう。面白い子なの。ねえか。
の中に入れないでください。美味しい。お吸い物。めっちゃ美味しい。じっちゃん。そう。それはね、なぎやさんね、お吸い物しか食べてないんだもん。飲んでないんだもん、最初。ちょっとお腹にたまるもん食べてもらわないと。大きく寝てよ。じゃあ、帰ります。そっちから入る。映りたいの。映りたいの。じゃあね、またすぐ帰ってくるから。今回はね、もうしょっちゅう日本に帰ってくるわ。帰るよ。23時ですよ、あんちゃん。わ、元気いっぱいですね。いいよ、今のうちに動いて飛行機で寝ようね。見えた？うん、見えたね。あれ乗るんだよ。これから飛行機に乗ります。飛行機はそこまで飛んでないって。よかったね。なんとかなりそうだね、これね。ちょっと安心したわ、ママ。あとあなたが寝てくれれば安心ですよ。バイバイ。バイバイ、日本。みんなありがとう。コラボだな。カップまでのアメ